ヴィンチェンツォ・ジョベルティは、イタリアのイタリア統一運動時代の政治家、哲学者、作家、愛国者である。サルデーニャ王国首相を務めたほか、著書、イタリア人の倫理的、市民的優位については、イタリア統一において、大きな役割を果たした。イタリアの市民革新、ジョベルティ像、ヴィンチェンツォ・ジョベルティは、サルデーニャ王国のトリノに生まれ、幼い頃に両親を亡くした。 16歳で聖職者として認められた後は、鳥の大学に進学して進学を収めた。1828年からは、ロンバルディア地方を旅し、道中でアレッサンドロマンゾーニと親しくなった。思想的に、ジュゼッペ・マッツィーニの影響を受け、青年イタリアに同調。イタリアの統一とオーストリア帝国支配からの脱却を志すようになり、またその方法は、 サルデーニャ王国の拡大や民衆革命による統一ではなく、教皇主義説に関連して、ローマ教皇による王政国家を志した。宗教関係者の間で、ジョベルティの主張は勢力を増していき、それを危険視されたため1833年に、ジョベルティはマッツィーニに加担した権威で逮捕された。4ヶ月に及ぶ、東国の後、裁判なしで、 イタリアからの追放を言い渡されたジョベルティは、当初はパリに、1年後はブルッセルに居住し、また、ヨーロッパの主要都市を転々とする暮らしを1845年まで続けた。この期間ジョベルティは執筆活動に専念し、1843年に出版された著書、イタリア人の倫理的、市民的優位についてではイタリアは、文化的に世界に優位に立っているとして、 教皇を名手とする連邦国家を提案し、教皇中心の統一を主張するネオグエルフ主義の中心人物として、聖職者をはじめとする保守的な人々から注目された。当時としては近代化に理解ある教皇として、ピウス9世が革醒教皇と呼ばれていたこと、マッツイニの人民による革命思想が行き詰まりを見せていたこと、ジョベルティはイタリアの経済的事情も鑑みて、 現実的な統一案を提示していくことが、ジョベルティのこの主張に拍車をかけた。また、イタリア人民は願望であって、実体ではなく、家庭であって、現実ではなく、名前であって、実体ではないとして、人民による革命を望むマッツィーニとは決別した。教皇を中心とする連邦制は、 現実的ではないとして、チェザー・アレ・バルボはジョベルティを批判したが、一方で二人は共に統一を目指し、イタリア諸法による関税同盟を訴えている。マッシモダ・ゼーリョもバルボに3位を示し、強行による統一は近代社会にそぐわないとしてジョベルティとは対立した1846年には、カルロ・アルベルトから恩赦が出され、1847年末にサルデーニャ王国へ帰国。 その後は政界に進出し、その思想が大きな影響力を持っていたことから1848年12月16日から1849年2月21日にかけてはサルデーニャ王国首相を務めた。しかし、オーストリア帝国との戦争を継続する意思を見せたカルロ・アルベルトや皇太子のビトーリオ・イマヌエーレニ世セイとは意見が対立し、結果2ヶ月で、 首相職を辞してしまう。その後はブルッセルに戻り執筆活動を再開。1850年にはイタリアの市民革新などを出版して大きな反響を呼ぶが、1852年10月26日にパリで死亡した。ありがとうございます。